じゃあ今からチャンピオンと戦いに行きたいと思います。イエーイ。何人いるんですか？あれ？今までいなかった。チャンピオンと戦う。あなたの推し大変なことになってますけど。思春期ってレベルじゃないでしょあれ。もうやさぐれてますけど。不良化した少年になってますけど。不良になった。もう反抗期だよ。反抗期って男の子の反抗期ってあんな感じなのかな。そうかもしれない。結構自信ないんですけどね。これちょっと見てもらいたいのはこのパーティーで一旦行こうかなと。いいね。いやわからん。すぐりのメンバーが変わってなければ、うん。大立ちで初め来ると思うんだよね。だから大立ちで、あのバカ力で一発でいいねいのちゃんでやろうかなと思ったり、まあ、帰りは結構ね、うん、あの雷とか炎のパンチとか持ってるから、まあ、あとちょっとレベルが低いのよ。みんな100。すごすぎ。いるかな。いるかな。やさぐれもいないんですけど。あ、いないんですけど。あれ？話しかけて。あ、はいはい。これ。あ。あ、かきつ。つばさ、つばさ。止まった。オース8個。オース、オース。ブルーベリーが公式試合もこっから申請すんだ。ハチコさんですね。チャンピオン戦手続きをいたしますので少々お待ちください。なんか初めと態度が違うな。初めちょっとなんかおもだれみたいな感じだったのハチコ、お前さんすぐりと仲良かったんだろい？だろい？そこ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 嘘そこそこ選ぶの。仲良かったんだけどな、ちょっと今仲いいって言いたくない。はい、そうかい。翼さん的にはあいつ気に食わねえ。以前のすぐりは喋んねえわ、おどおどしてるわ、自信ねえわで、すぐゼイヤの後ろに隠れてた。でもよ、ポケモン戦わせるのだけは誰よりも楽しそうだったんだ。それがいつの間にやら変わっちまって、自分の周りも責め立てて追い込んでら、誰かがあいつの目覚ましてやんねえとよくねえ。楽すんのが板についちまった。おいらのできなかったからよ。兄弟任せで悪いな。兄貴お待たせしました。手続きが終了いたしました。はーい。いやブルーベリーがチャンピオンのすぐりさん、いやちょっと知らない子です。チャンピオン、いけるかな。ちょほんまにすぐりのキャラがポケモンがわからんわ。はい、かしこまりました。まもなくチャンピオン戦が始まりますのでご準備ください。ご準備。それじゃあと頼んだぜハチコ。おいら四天王連中と一緒に応援してっからよ。タラちゃん。イドンタンドンなんだ。ブルーベリーグよりお知らせです。エントランスバトルコートにてチャンピオン戦が始まります。チャンピオン戦は観戦希望者はエントランスロビーに集まってください。ドンタンドンに。あ。早いな、来るの。うわっ、にらみつけられ、うわー、待ってたよ。ハチ公を見返したくて俺努力したんだ。吐くほど勉強してポケモン強くして四天王を蹴散らしてチャンピオンになって、それも全部今ここでハチコに勝つため。あー、すぐり頑張れ。
思う今の方が。おたけびあげてたね。そんな私恨まれることしましたっけ。え、そんなことした。なんかしたかな、記憶にないんだよ。間違ってない。答え合わせさせてもらう。え、ニョロ島の、あ、雨同じポケモンなわけないでしょ。雷パンチでいいんだよね。え、ニョロ、待って、ニョロ島なんてどうだったかな。効果抜群だよね、とりあえず。アイテムだけどね。とりあえず、え、ニョロ島わかんない、はい、ニョロ島わかんないな。毒付きでいいかな、一旦。毒ついちゃう？うん、毒ついとく。ほんで毒になってもろて、あざす。猛毒。よしよしよし、もう海流 vs 海流。おお。わやじゃ、相性で負けてても負けない。え、でも相性。負けない。いやでも相性はその。効果抜群。あはは、効果抜群だ。鍛えた技どうだ、北上の特殊。違うだろ。いや別に。うわぁ、強い強い。この先残してても、で、どうなんだろう。海流は多分これで落ちるんだけど、いいねいいね、どうしよう。でももうしゃあないな、ここまで来たら。トロトロって何なんだ。水と草なんだ。草、あ、草かな。あ、関係ないわ。え、お、お、ま、あれ、あ、なれな。ニョロボンどうした、ニョロボン。それで海流は、え、相手の海流、え、どういうこと。あ、私外した、マジか。レッドビームは無理。あー、海流海流なんで外すの。負けた。デカドちゃん。マルちゃん。え、ポリゴンジェット？ちょっと待って。私の、え、私の昔の旅っぱじゃないですか？え、嘘、マジで。え、ポリゴンジェット剥がねか。あちゃん。ポリゴンだと存在するんだ。なんか それだけ知れて嬉しいわ。なんかこれで落ちる。この先見れればダメか。破壊光線、ちょっと待って。破壊光線1000でもいいねよ。あ、でも次のターン動けないか。ちょっと悪い目勝ちだな今のは。え、少し削られたか。え、これで海流落ちます。ふぅ、うん。次が、ね、鋼だからインファイトなんだよね。ダッス出してもいいけど、次誰来るか分かんない。ダッスの方が安全かも。雨降ってるし、よく分かんないけど。もう雨降ってる。え、勝った、勝ったぞ。やった、勝った。え、ガオガイエ、マジで、あざす。やった、勝負に勝った。デカハンマーはハイファイショーに勝った。とりあえずガオガイエ、とりあえずガオガイエ落とす作戦いくわ。
もうウェーブタックルでもうもやってまい。猫探しやばい。やばくない。よしよしな、よしよし、今だいけいけでか。やりたい方でやっとけ。いけいけ、もうとりあえず。ダンス中何やってんだよ。沈んでる。運に恵まれてない。破壊光線に。破壊光線。これきついな、デカヌちゃん。ちょっと破壊光線鬱陶しい。デカヌちゃんもキスしとけ、キス。わかんない。ガイラ、ミソトさんとな、オーガポンなんだけど、あと残ってんの。やばいやばい。あ、やばい、リフレクター使われた。あ、リフレクター。物理リフレクター。あ、デコロボーが、いけない。根性だ。あ、ボーガポンの対戦やってるわ、やっぱり。よしよしよし、もう。全部ぶつけてんのに。よし、めっちゃキレ、めっちゃいいタイプじゃん。めっちゃキレられたね。ね、めっちゃキレられてんけど、うちね。でも鬼様のせいなん。鬼様出せたね。すごいの前で。そんなこと言われても。これテラスタルするよね。草でテラスタルするかな。ドラゴンです。まあでもどっちにしても別に通るか。多分これテラスタル枠なはず。これラストだからね。いやでもこの子だけは多い。テラストだよ。あ、ちょっと待って、ワイオーロンゲはこの子で落とせると思うけど。いけー、テラスタル進化。おー、ガポンデジモンデジモンじゃん。デジモンだった。
この俺はいらない。だから変わった、変わるんだ。こんな余裕ぶってテラスタルしてる人初めて見た。あんな顔してテラスタルして、あんなにみんな風でわーってやる人がいるの。うちらの四天王たちもうーってやってたよ。格闘家。やった、キッション。今まで味方に つけてずるいよな。ずるい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 。え？たまたまですよね。急所たまたまです。たまたま。いけるか。あー、まだ残ってる。いや、大丈夫。大丈夫、鉄のカイラくんバリ強だから。すごい。さあ、鬼様で勝たせていただきますよ。不意打ち？やばい、ひるんでる。ひるむ、ひるむって。あ、いけた！すごい、ナイス！あ、いけた！鬼様で。最後、一撃。よっしゃー、勝てた！目を覚ませ。やばいよ、これまた2枚も取っちゃったし。やばいよ、やばいやばいやばい、やばいよ、やばい、闇落ちマックス。どうしよう、救えない。え、どうした、すぐに。なんだ、負けちゃったよ。行こうぜ。なんで、どうして、こんなはずじゃ。どっちも頑張った、感動した。赤松くん、空気読んで。何、ちょっと二人ともお疲れさーん。残念だったね。元チャンピオン。うお、闇落ちに闇落ちをかけるとな。性格悪すぎ。なんだこれ。やったな、兄弟。あ、今からハチコがブルーベリーエグの新チャンピオンだ。チャンピオンになったやつには学園からお祝い品がもらえんの。預かってっから渡しとくぜ。うわ、お揃いだね、すぐり。やったね。すぐりよ、お前に勝てなかったオイラが言うのもなんだけどよ、前みたいに楽しくやろうや。勝ちにこだわれんのはすげえいいことだ。誰だって勝ちてえは勝ちてえ。でもよ、こだわりすぎて自分の首絞めんのは違うだろ。見てるこっちが苦しいぜ。だからよ、またみんなで。開けない。はい、開けない。今度こそ俺が勝って、次こそ絶対。すぐり、ハチコ、俺ちょっとよろしいでしょうか。あ、タロちゃん、タロちゃん、まずはハチコさん、チャンピオンおめでとうございます。本当にすごかったです。普通ならお祝いしたいんですが、今のこの状況は私たちには複雑で、ちょっと整理しないとなんです。整理？だってそうでしょ？
ハチコさんがチャンピオンになったらリーグ部の部長ってことで、留学生なのに異例だけど、今後の方針はどうするのとか、あれとかこれとかいろいろないな。それにすぐりくんがチャンピオンから四天王に降りてくるなら、ランク的には赤松くんが都落ちだし、赤松くん祝ってる場合ちゃうで。おいあおい、これなの、やばいじゃん。やばいじゃん。すぐりくんがどうしたいのかちゃんと気持ち聞いておかないと。すぐり、リンドン、なんですかこんな時に。放送室より生徒のお呼び出しです。リーグ部チャンピオンすぐりさん、支店のトップ柿つばたさん、3年2組ゼイユさん。ゼイユさん、ね、姉さん言われてますよ。交換留学中のハチコさん、呼ばれてるよ。ブライア先生とお客様がお待ちです。1年4の教室まで至急いらしてください。陸田グドンなのに、もうなんだってこんな時に。すぐりはもうチャンピオンじゃないのにね。かきつばたそういうの良くないと思います。良くないと思います。ブライア先生、案件ならすっぽかすと後が面倒だ。ハチコは先に言っといてくれ。すぐりのやつはオイラがおぶってでも連れてくからよ。あー、タロちゃんが笑顔で私を見て。タロちゃん、すぐり、私ね、すぐり気づいてくれた？これすぐりが着てたジンベエと一緒なんだよ。揃いってこと？そう、何も突っ込んでくれなかったね。お姉様のことばっかりでさ、ハチコのこと全然気にしてくれないんだから。まったく。見てたの知ってたよ、姉さん。ハチコ、ありがとう。すぐのことは気にしないで。ブライア先生のとこ行かないとね。あー、じゃあ最後にタロちゃん。一応全員聞くか。呼ばれてんのは一の四の教室だってか。兄弟は先に言っといてくれ。君落ち込んでるな。君にはコーチ。俺四天王じゃなくなったらサバンナスクエアの四天王スペース使えなくなるから困るよ。せやな、ハチコ。困りそう。タロちゃん、タロちゃんかわいい。チャンピオン戦勝利おめでとうございます。で、手放しでお祝いできずごめんなさい。あー、いいんだよ。ありがとうございます。タロちゃんに言われただけでいいんだよ。幸せだな。どうしたどうもっすー。みんな来てくれたようだね。本日君たちに素敵なゲストが来てくださっているよ。ただ入れ違いで校内見学に向かわれてしまってね、すぐに帰ってこられると思うので先に私から話しておこう。とりあえず座ってくれるかな。椅子だ椅子だ。あー、ありがってー。どういうこと、椅子がない生活してんの。なんか違う、椅子どうしたどういうこと。ジェジェ臭い。あ、トッキンにハチコくん、はい、なんですか。君がブルーベリーグに勝ち進んでるとは聞いていたが、まさかチャンピオンにまでなってしまうとは驚きだ。輝かしい功績だね。あの、すぐりの前でちょっと。どうも。気まずいよ。あの先生、そういうのいらないんで。本題に入ってくれます？
配慮に欠けてたね。いや、欠けすぎでしょ。すごいかわいそう。それでは単刀直入に話そう。君たちには私と、エリアゼラと呼ばれる秘境を共に探索してほしいんだ。あ、親友変わったパティン。親友変わっちゃった。あれ親友変わった。ペッパー、あれネモ、ボタンちゃんと共に4人で旅したのに変わってしまったメンバーが。エリアゼラって先生が行きたがってたパルディアの許可降りたんだ。テラストル現象の調査が、そして結晶の採取が主な目的ではあるが、欲を言えばエリアゼロで眠っている伝説のポケモンテラパゴスを私たちで見つけたいと思っている。伝説のテラパゴス、ずいぶん楽しそう。おだこさんじゃん。なんだ、おだこさん、やっほー、久しぶりです。おもだかさん、先に始めていましたよ。お待たせしてすみません。タッペチリちゃん、存在が…私、やっぱ…あれ髪型違うから気づいてもらえなかった。気づいてなかった。おや、チャンピオン、ハチコ、このような場所でお会いできるとは。なるほど、ご留学中なのですね。ハチコは今やブルーベリーグチャンピオンなんですぜ。やはり類まれな才能、素晴らしいことです。チャンピオンハチコがいてくださるならなおさら。ムライアさん、説明させていただいても。ぜひお願いします。申し遅れました。私はおもだかパルディアのポケモンリーグ委員長です。数十年前、ポケモンリーグはパルディアの中心に位置する大穴、エリアゼロの研究を支援していました。研究が終わった今では大穴の管理をしております。あ、そうなんだ。フトゥーがいなくなってからおもだかさんがしてくれてたんや。エリアゼロは不思議と危険に満ち溢れた場所。基本的には立ち入りや調査を許可しておりません。ですが最近エリアゼロから凶暴なポケモンがあわや外観に出てきそうになりまして。そうなの、あいつら鉄のシリーズ。迅速な再調査の必要性をつくづくと感じておりました。しかしポケモンリーグではエリアゼロで活動できる人材やそのための時間で捻出できず、そこでかねてより調査申請をしていた私に白羽の矢が立ったのですね。お恥ずかしい話です。ブルーベリー学園はポケモン育成に長けた実力者が多い。そこにチャンピオン8個あなたが加わるのであれば安心して再調査をお願いできます。もちろんこれは任意だが来てくれると本当に心強いよ。みんなで一緒にエリアゼロへと調査に行こうじゃないか。どうしようどうしよう、どうしよう。一度エリアゼロに行かれたチャンピオン8個にはぜひともご同行をお願いしますね。熱っ。はい。私は行くこと決定だと思うので、いつも通り私をフォローしてくれると助かるよ。悪いけどオイラはパスで、
リーグ部おたついてるし残ってやんねえとな。とか言って、めんどくさいだけでしょ、あんた。バレたか。元チャンピオン様はどうすっか知らねえけどよ。俺も行く。伝説のポケモンいるなら会いたい。捕まえたい。今度こそ。へえ。それでは決まりだね。柿つばたくんは残念だが、私、ハチコくん、ゼヒオくん、すぐりくん、以上4名で調査します。ありがたい申し出、感謝いたします。ぜひとも素晴らしい成功を持ち帰ってくださいね。お任せくださいよ、もだかさん。待ちに待ったエリアゼロ調査が実現しようとしている。各自準備ができ次第、エントランスロビー、ブリッジ前に集合だ。なんか怖いなこの人も。あ、おもだかさんよりその、いや、おもだかさんも好きなんですけれども、やはりその、通れないんですけど通れないんですけれども、一度も喋ってないので、ちょ、話しかけたいだけなんだが、ちょっと待ってって、違うって、ちゃうよ、ちりちゃんに話しかけたかったんやん。そんな釣れないじゃないのよ。ごめんなさい、いやでもちりちゃんが一言も発してないんですよ。なぜ風が吹いた今。風が吹いた。なぜ？お久しぶりです、チャンピオンハチコ。毎度、チリちゃんボールで知ってて。まさか自分と会えるとは思ってもみんかったわ。パルディアを離れてもパルディアチャンピオンとしてその才を発揮されているようですね。チャンピオンなので。チャンピオンなので。それでこそ私が見込んだ逸材です。せやな、逸材。いや、逸材言うて、自分大穴の中許可も取らんと入ったやろ。あれ、そうでしたっけ。あれあれあれん、あれん、え、許可ないの。あれ、え、でもペッパーが行こうって。え、あれペッパーに、ま、ペッパーのせいにしてる。それでペッパーに怒っといてもろって。それに関してはちゃんと怒らせてもらうで。チャンピオンなので。チャンピオンなのでやらへん。あかんもん、あかん。まあまあ、チリご無事だったのですから。それにチャンピオン8個がエリアゼロに向かわなければ、今頃パルディアは一大事だった。いや、もう、それはまあそうやけど、総大将に免じて目つぶっといたる。チリも心配していたのですよ。さて、優しい。チャンピオン8個、この度はポケモンリーグ公認でエリアゼロに向かっていただきます。以前最新部で起きたとされるタイムマシーンの件については、一部のものしか知りませんが、エリアゼロの危険性を踏まえてフライヤーさんには多少ぼやかして伝えて、お伝えしていますよ。そういや、フライヤーって人に渡すもんであるんやなかったです。え、そう、失念していました。おらかさん、チャンピオン8個、こちらお持ちいただけますか。青のデスク。へえ、私でいいのかい。それなんです、技マシン。昔エリアゼロ研究者から出資者に送られたディスクです。調査部に調べてもらいましたが、もちろん技マシンではありません。単なる記録媒体でもなかったようです。
使用方法は検討もつきませんが、エリアゼロに関するものでしょう。エリアゼロに向かわれるなら、せっかくですので、ついでにこちらも調べていただこうかな。ついでに、ついでに、大高さんもそういうこと言うんですか。ついでに、な、ついでにポテトサラダ買うてもこうてきてみたいな。使う機会がないようでしたら返却お願いしますね。絶対なんかあるって。ポテトサラダ、これポテトサラダなんだよ。ポテトサラダだから。エリアゼロには未だ解明されていないことが多い。一度最深部まで行かれたとはいえ、地形やポケモンには十分ご注意ください。チャンピオンとしてあなたが皆さんを導いてくださいね。ほんまはチリちゃんもついてきたりしたいねんけど、仕事やねん。チリちゃんと行けたかもしれん。チリちゃん行ってほしい。一緒に有給とかないんですか。ポケモンリーグに有給とかないんですか。有給ないんですか。もだかさん有給ください。じゃあ大木さんでもか。大木さんは今働いてるわ。ハチコ無理せんと決まりや。チリちゃんお別れやだ。あー別れだよ。いや